はい、どうもつば太郎です。今日はですね、水着カーマの話なんですけど、この水着カーマっていうのがアーツアタッカーね、キャストリアシステムにおいてスペースイシュタルと比べて、まあ、強いのか弱いのかとか、どんな違いがあるのか、まあ、ここら辺についてね、話をしていこうと思います。はい、まずですね、カーマとイシュタルの決定的な違いっていうのが、アーツアップが確定でついているかどうかなんですけど、スペースイシュタルの方はですね、スキル3で一応アーツ性能を3ターンの間 20% 上げることができるんですけど、確率がね 80% なんですよね。なので、まあ、確定で上がるとは限らないので、場合によっては NP が溜まりきらないみたいなことが、あるにはあるんですっていうところからして、水着のこのカーマの方は確定でアーツをアップできるので、その点はこっちの方がまあ優れてると、言わざるを得ないです。で、続いて、NP チャージ率ですけど、カーマが、これまだねスキル10で使える環境に誰もいないので分かんないんですけど、現時点でスキルレベル8で、44% チャージできるので、まあ、おそらくこれは、50% チャージだろうと、思います。というか、まあ、ほぼ確定でいいと思います。なので、チャージ率についても、トントンです。変わりません。で、これね、またね、面白いことに防御力アップがどっちもついてるんですね。で、カーマの場合は特攻で魅了特攻が、かかっているので、まあおそらくなんか 150% とかそんぐらいだと思うんですけど、まあ、これが、万が一にもスキルを使って、付与が成功した場合はカーマの方が威力が高いと思います。で、一応防御力アップの違いで言うと3ターンと1ターンってあるんですけど、まあ間違いなく使うのは3ターン目なので、3ターンの間防御力アップ持続する意味はそんなにはないです。なので、ここのターンの違いはそんなに影響は出てこないと思います。最後にステータスの話なんですけど、これがもしかしたら一番難しいかもしれないです。カーマをこれサポートで選択した時にもう霊装がついちゃってるんですね。で、これが、まあ、ミトツじゃないですか、マークついてないから、って考えると多分レベル1霊装で攻撃力が、400上がるんですよ、この霊装がレベル1だと。って考えると、おそらくカーマの攻撃力は、13,477 だと推測できるんですね。で、これに対してスペースイシュタルの方はどうかというと、レベルが90で 12,612 なんですよ。カーマに800負けてますと。ですが、ここからが、この話の肝で、スペースイシュタルってアーツアタッカーとかバスターアタッカー、まあ、クイックアタッカーどれをとっても、めちゃくちゃ優秀でかなり使われてる方だと思うんですね。ってなると聖杯捧げている人多いと思います。まあ、自分も例に漏れず聖杯捧げてるんですが、加えたあと金のフォーク入れてる人もまあ多いと思うんですよ。ってことを考えると、育成済みのスペースイシュタルを持ってるのであれば、まあ、カーマのその攻撃力に惹かれて引くっていうことは、まあ、そんなにしなくていいかな。まあ、ただし、カーマを育てればその分、スペースイシュタルよりも攻撃力は上がっていくので、まあ、その点は、カーマに軍配が上がります。はい、というわけで以上比較でございました。僕の総評としては、カーマはアーツアップが確定であるのがやはり強いで、あともう一個強みというか、カーマは今まさに防具レベルを重ねられる時期なので、財政力にゆとりがあったり、まあ、なくてもとりあえずカーマ欲しいなっていう人は、ここで防具レベルを上げておくのはありかなと思います。で、もう一方ね、自分みたいにあまりガチャを引きたくない人向けで言うと、スペースイシュタルとか、あとはムーンキャンサーのねキアラさん持ってる人とかで、まあ、そんななんか周回言うても困らんなって思ってる人は別にカーマ引かなくてもいいです。カーマが時代を取るみたいな展開はまだないと、このぐらいじゃまだないと思うので、そんなに焦らずともいいと思います。